どうもマクロジョンです。今回は前回お届けしたバンダイの HGYF19 の改造版をお届けします。もちろん東方が最も好きなファイアーバルキリーに改造します。とりあえずファイアーバルキリーの特徴的な造形をエポパテにて造形していきます。まずは肩パッドです。 YF19 の肩を丸尾を帯びて尖らせる感じです。この肩パッドだけでファイアーバルキリーにぐっと近づきます。ヤスリかけで整えるのではみ出る程度にエポパテを持っていきます。ただここで失敗です。 YF19 の色分けされたパーツを接着するのを忘れておりました。塗装にてモールドが残ってしまいましたのでご注意ください。次に翼の加工です。 VF19 の翼の根本は YF19 よりも短めです。こちらは尾翼の場所を移動する加工です。 YF19 の尾翼の可動パーツをもぎ取ります。移動位置は翼の根本あたりとなります。5ほどの完成品にてご覧ください。こちらは尾翼の場所を移動する加工です。 YF19 の尾翼の可動パーツをもぎ取ります。こちらもファイアーバルキリー独特の改造です。足の付け根の造形となります。足の裾を切り取りましたが後ほどフラバンで隠れるのでこの加工は不要かもしれません。そして裾にフラバンをつけた状態です。ファイアーバルキリーっぽくなってきましたね。フラバンをエポパテにて形を成形しました。処理が汚いですがご勘弁願います。さあそれなりに造形を整えた後の絵面になります。かっこいいですね。先にお伝えした箇所以外も多数改造しております。それなりにヤスリ掛けと成形整えを終えたファイターです。もはやファイアーバルキリーにしか見えません。頭隠すカバーはプラバンにて適当に作成しました。こちら尾翼の一位道具です。若干プラバンにて追加することでいい感じに仕上がります。顔です。最終的に微妙な感じになりました。これまでの完成品の状態となります。バルキリーが多くファイターをご覧ください。とは言っても YF19 色満載なのでやはりバサラレッド塗装が必要ですね。この後水性サーフェイサーを吹きました。サフ吹くことで一気にかっこよさが増します。バトロイドの顔が若干しゃくれてますが補正がしんどくなったのでこのまま進めます。が多くファイターは最高です。ファイター最高です。赤を塗装したくてうずうずしてきました。ギターは持ってませんが一応パイロットはバサラをイメージしました。サフ後は赤塗装前にホワイトを吹きました。赤をきれいにしたいのでさあ楽しい本塗装です。バサラレッドは東方が大好きなメタリックレッドにて塗装しました。全体的に赤で塗装するため塗料40、薄め液30、リターダー4滴で希釈したと思います。さあ塗装していきます。吹き始めは微妙ですが色を重ねるたびにファイアーバルキリーに近づいていきます。興奮ものです。メタリックレッドで大丈夫だろうかと疑心暗鬼になりながらも仕上がりは最高のバサラレッドになりました。ああいい色だ。その後足や腕関節股関節は黒鉄色にて塗装しました。希釈率は先ほどのメタリックレッドと同程度です。アクリジョンの黒鉄色マクロスプラモデルは重宝しております。最高の色です。なんやかんやでファイアーバルキリーを作成しているのですがこの模型を作成している最中はなぜかワルキューレを視聴しておりました。昨年放映された絶対ライブの歌がなかなかいい感じで聞き惚れてしましました。特に綺麗な花には毒があるが最近お気に入りです。映画も DVD にて見ましたが衝撃的な終わり方でした。今更ですがおすすめです。そんなこんなで完成しました。ご覧ください。
ご視聴ありがとうございました。